ルゴメガロメうんうんうんシャリゴメカウストイエーイ何なんですか今日は。お年玉欲しい。超欲しいそれでは行きましょう。何ですか。レイジもじゃみくじお年玉。何ですか。もじゃみくじお年玉です。俺にさ、はい、何レイジもじゃ、はい、なんかもじゃみたいな部分俺にないんだけど。あー頭の方見てる。可愛いね。すごいよやります。え、何ですか。それやります。やるかどうか、はい、やるかどうかだけちょっと聞かして。え、何待って、分かった、やるかどうか。うん、金もらえんでしょ。もちろん金もらえんならやる作家のね、はい、平島さんより、はい、1万を授かっております。マジで。よっしゃしかし、うん、ここにね、うん、5本あります。うん、はい、割り箸がで、これをレイジの頭にこう刺していきます。うで、その中に1本当たりがあると、うん、で、それが引ければお年玉1本。俺が引ければ。ただしこの4本、5本中の4本は、うん、罰ゲームだ。ねえ。仕組まれていると。でももうやるって言っちゃってるから。いいよ。さあ、俺もやると言った以上やるよ。オッケー。来いよ。刺していきます。ああ、いいね、話が早い、ね、話が早い。だって1万もらえるんでしょ、うん、てか、あの、引けばいいだけの話じゃん。もちろん。ちょっと待って待って、当たりがあるっていう証拠だけ見せてくれ。当たりがあるっていう証拠だけ見せてくれ。それはもう、それやんだったらやんだ。あ、最悪ないやんだ。お前マジでその信頼で成り立ってるわけだから。見せればいいんだろ。それやんだったらもうやんない。ちょっと待って、逆に、うん、お前らそれやんだったらもう俺ももう終わりよ。今日リニューアル。おい、やめろお前。俺のつ、こんなつは俺の、俺で。もう入っちゃって、やっちゃったから。じゃあ当たりがあるから。もうOKだけです。もうそれやるんだったら、マジで破綻してるわけ、ゲームが。違う意味ないじゃん、それは。マジ。じゃあ当たり、ほら、一本入ってるよって見せればいいだけじゃん。オッケー。よし、じゃあやっていくか。じゃあ見せてねえじゃん。おー、すげえ。入った。うん。俺当てるからね、一発目で。もちろん。さあ、この5本のうち1本1万確定です。いい、外れれば引きます。罰ゲーム。あ、1本は当たり。いきます。いい、いくよ。いけ。せーの、どうだ。ああこれなんか臭み浴びって書いてあるんだけど、え、なんか臭いのは浴びなきゃいけない、もしかしてねえ。臭み浴びだー。違う、臭み浴びとか普通に言ってるけど、ちょ、何、やめて。何、え、何怖い。臭み浴び、やめて。何、え、なんか変な色してる。くさーうわくさえー、これはしょうがない。いや、もう、なんかちょっとなんか老けた気がする、自分が。これ何、納豆の、納豆みたいな匂い。いや、もう追えない。ちょ待って、お前見せろ、今の中に当たりあったら。おい、ふざけんな、マジで。おいふざけんな、マジで。臭い、臭い、臭い、臭い。レイジ、1万取るためだろ、レイジ。あ、吹くんじゃねえよ。お前、ちょっと待って。お前見せろ。お前、さっきのやつ全部見せろ。それ破綻しちゃうから、それやっちゃうと。それやっちゃうともう破綻しちゃうから。信頼でやってるから、マジムカつした。信頼で。マジでムカつ。ちょ、1万だ。1万。1万だけチラつかして。で、そっちをなかったことにしてるな。おい、どうやらよ。さあ、1万レジ。やりますか。何が、ね、チャレンジ。何が、まだできんの。やる、わかった。え、あと、それじゃない割り箸があるってことね。やる。だから1万だから見せ、まあ、やるやります。オッケー、やります。次は、あ、見して。次はね、うん、4本なってるから。あー、え、さっき何本だっけ。5。おう、
次は4本のうち1本が当たり、うん、じゃあはい見してその当たりのいやそれやっちゃうともう、まあ、信頼でやってるから本当にレイジ俺たち信頼でやってるそういう疑いみたいな厳しいわちょっとレイジちょっとよく混ぜてねこうよく混ぜてだから当たりが入ってるかを見せろっつってんだよ、うん、さあ行くぞレイジお前マジやるだから1本1万だからだからやるのはやるよだから当たりが入ってるか見せてくれって行くぞレイジこれなかったらマジですごいなこれレイジこれマジでチーム崩壊だからなおい、当たり入ってなかったらチーム崩壊だからな。ギチギチおい、これ、取った後、俺が取った後全部確認するからお前取るなよ。さあ。話をずらしてくる。4本。いい？もう。じゃあもうこれ見えてる。これだ。これ。マジ？これだけ視界にめちゃめちゃ入ってるから。マジ？いい？いくよ。せーの。入った！どうだ？パークレーンヒゲジョリ。わあ、パークレーンヒゲジョリだ。おい、おい、おい、ちょ待ってくれ。おい、あたかもあるかのばある罰ゲームかのように。おい、な、おい、変なの来た。おい、変なのが来た。おい、ふざけんな。お前、あ、あ、あ、やだ、やだ、やだ、や、痛い、痛い、やだ。ちょっと待って、痛い、痛い。うわあ。ちょっと待って、あいつ仕込んでる。どういうこと？いや、何を何を？おい、どうした、レイジ？おい、大丈夫か、レイジ？あいつ仕込んでる。何を何を？あいつ 100%、うん、なんか、わかんない。そう、脱毛の逆で、うん、なんか、鉄のヒゲを、すこ、植えてる、植えてる、植えてる。痛すぎる。あの、お前のも食らったことあるけど、うん、山口の日じゃない。マジですごい。マジですごい。仕込んでないよな。バグレーな。仕込んでないっす。ほら。おい、ちょっと待ってくれ。おい、おい、でまずあいつ家にあげるんだ。おい、あの恐怖人間を家にあげ、島田あげるな、うん。誰なんだってなってるから。島田がついてるから。でもちょっと。おい、うちは、ああ痛いねえ、ねえ、で、ねえ、なくなってない？あの、中見、口の中見えてない？どうしたどうした口の中見えちゃってない？え、ど、なんでなんで？穴開いて、穴、お前、近寄ろお前、おい、いいなぁ帰ってお願いだから。やだな、いるなそこにちょ、いつでも来れるようにいるなおい、そこ、いや、じゃあ、お前、じゃお前座れ、ここ一回。失礼します。自己紹介しろ。はい。吉本芸人の島田パークレンです。コンビ名は。コンビ名は熱いぜシャニムニです。ね、熱いぜシャニムニの島田パークレン。はい、見ろこのボーリングの、はい。これどこで買ったのこれは。これはあの楽天で買いました。おいなんでだよ。なんでだいたい。お前おかしいだろ今のは。なんでお前が楽天で買ったっていうのを笑ったら、そう罰ゲームみたいな。トリガーがあったんだよ。おかしい、おかしすぎる、おかしすぎる。トリガー引いちゃったから。なん、どこにあんだよこいつのトリガーよ。あ、帰って、もう帰ってください。帰ってください、もう。ニュートウチ、ニュートウチ、ニュートウチに来い。で、こいつ、その、うん、知ってる？こ、あの、うん、こうやってやるやつよね。ここだけヒゲ残してきてんだよ。わかる？その、この角だけ、角でこう行きたいように一番尖ってるとこに尖ってだから超痛いんだいや、仕込んでないんで全然な、許せ、お前仕込んでないよどうでもいい帰れ、もうお前帰れ、うん、あっち行けもうこんな痛い思いさせてあっち行けとか言われてるよお前あんまあったまおかしいって絶対におかしいってありがとうバークレーレイジ外さない方がいい、ね、おい見せろ おいさっきの割り箸見せろお前ないおらあ一番お前らおい不正ただ次は3分の1だよおいもうやめろじゃあレイジそのおいやめろその俺の、うん、俺のギャンブル好きの、うん、心を揺さぶるかのようにレイジお前マジでありえないじゃん、パチンコで3分の1だなんて。マジで。さあ、行きましょう。俺まだ、もうやるって言ってねえのよ。なあ。マジで、それ、ゲットしてほしいわけ、レイジに。だからマジで、うん、ゲットしたらお前らに飯とかもおごってあげようかなとか思ってた。ありがとう、マジで。レイジ、
三択よ。だから今、俺さっき、この目に入ってるやつ引いて、ダメだったわけ、だから見えてないこっちだ。せーの、どうだ、うわ、どうだ、カブト食い。あ、カブト食いだ。うわあやめろやめろ、マジでこれやめろ、やめてくれこの食用カブト。おい、めっちゃカブト虫。これ本当に嫌だ、本当に。あ、こっちだ。レイジ、次どうなるか知ってる？2分の1。見せろ、見せろ、マジで。あ、見せろ。おい、ありえないからな。ここまで来て当たり入ってないわ、マジでありえないからな。くせぇ。全部や食らってるね、罰ゲーム。レイジ。ちょっと今年運が、ちょっとあれか、ちょっと。よく言えるな、そんなこと、マジで。やばい。でももう2分の1まで来たからやりますか。俺マジで2本引くからな。それじゃあ意味ないから。てかお前さ、うまくない？俺がクセーとか言ってる間に割り箸どっかに持っていくの。で俺マジで気づかないうちにやられてるわ。さあ2分の1、絶対当てる、いくぞレイジ。 100% 不正暴く。右と左にこうぶっ刺しとくから、もう右か左かよ。2分の1な。お前割り箸取るなよ、俺が抜いた後も。さあ右か左か。じゃあ行きます、こっち右行きますよ。当たりだったらどうなってんの、ちなみに。え、当たりだったらね、赤くあなってる。当たりは1万円って書いてある。なるほどね、せーの、どうだ。どうした、レイジ、なんて書いてある、なんて書いてある。ちょっと待って、これ一番嫌なんだけど。なんて書いてる。ヘズマに DM。 いいじゃん。なんてする、ヘズマに DM です。なんて DM するんだよ。お前もう一本見せろ、もう一本どこだった。今どこに。あ、ないじゃねえかよ。おいおいおい、ヘズマ流に富根玲が。ムカつく、ヘズマリュウみたいに言うなっていうのを毎回やってて、俺トーミネレイジっていう名前で、トミネレイって言ってね、お前が呼んできて、ヘズマリュウみたいに呼ぶなっていうのはいつも毎回やってて、でその度に本人の耳にもしかしたら入っちゃったら嫌だから、もうやめてってお前に言ってるわけ、そのトミネレイっていうくだり。とうとう DM すんの。もう罰です、1万はもらえませんでした。ムカつく、マジ。じゃあレイジ、マジでムカついた。え、ヘズマってやってんの SNS？ 絶対やってんだろ。めっちゃやってんだろ。SNS しかやってねえだろ。なあ、でも罰ゲーや頼むわ。ちょっとレイジ、どういう DM がいいかな。確かに DM で、待って、いや、いつも使わせてもらってます。ま DM、 いや、いつも使わせてもらってますわ、まずいって。ちょ、怖いってマジで。え、なに、どういう文、いつも使わせても。謝罪文と感謝、どっちがいい。感謝じゃない、感謝だ。ランジャタイが巨人師匠に手紙送ったみたいな。なるほど、そっちいい話じゃん。そっちはいい話じゃん。だっていい話じゃん、ランジャタイが電話番号つけて。いやだよ。電話番号つけるの、どう。だからだってヘズマだよ。だって下手したら相手は勝ってくんじゃないの。もうやだって。シャレ込みカナメストーンというYouTube をやっております。あ、でいいんじゃない。確かに確かに。まあでもちゃんと説明した方がいい。ネタで使わせてもらってますね。トミネレイジと申します。いいね、いいね。かっこトミネレイ。それ時よりネタでヘズマさんのことを使わせていただいてます。でご報告までにご連絡させていただいて。あー、いいね。これからもよろしく。おい、お前最後に電話番号入れてるよ。って知ってるな、俺の電話番号。これで行ってみようか。じゃあ送るよ、うん、電話番号込みで。もう送りました今。
何が起きた何が起きた、なんかアカウントがロックされましたみたいな。あ、送信されなかった、送信されなかった。え、ツイッターで電話番号を送るのが、え、なるほど、あ、じゃあそれさえなければいいんだ。じゃあ危な、危な、じゃあそれなしにしよう、それなしにしよう。危な、お前貸して、ちょ待って待って待って貸して貸して待って、でこれ消せ消せ、ちゃちゃちゃ、分かった分かった分かった、やり方分かった、やり方分かった、やり方分かった。なあ、その間開け開けても意味ない、間開けても意味ない。俺マジ凍結されんのやだって。じゃあされない、されない、送れないんだって番号。じゃあでもこういう風に、じゃあこん暗号みたいな、じゃあもう俺こうだって何回も送って、じゃあ何回も送ってるやつが凍結されちゃうみたいな、あるあるから、絶対にやだやだ、じゃあやだって、凍結されたくないって、マジやだよ、いけ、やっちゃ、これ見てよ、これもうマジこいつ間スペースとか開けて迷惑メールみたいな感じでスペースとか棒とかドットとか入れて、いけいけ、あれしてよ、あのスクショ、スクショしといて。じゃあこれ送ってみて、いけてみて、いけてみて、ふいけた、遅れちゃったじゃん、じゃあ遅れちゃったじゃねえかよ。マジやだ、スクショして送っといて俺に。いやーレイジ残念でしたね今回、おみくじお年玉。マジで、うん、お前らのこの俺は絶対忘れないからな、クセ野郎たちの、うん、マジで俺1万円見えた時は本当に興奮して、うん、本当に俺今日は1万円もらえたら、うん、みんなでご飯とかも考えてたわけ。もちろん食いたいよ俺だって。あげねえおめえらなんか一生ご飯もうおんねえし。なんでよおめえらな、うん、俺はどんどん売れていくわ。うん、あ、お前らだけあのパークレーンとやってヒゲの遊びしてろお前らだけな。じゃあな、じゃあな、じゃあ、ちょお前くっ悔しすぎる。チャンネル登録いいね、よろしく。